小賀藩。小賀藩は、下宇佐国葛鹿郡、現在の茨城県小賀市に存在した藩。藩長は、小賀城。小賀城の発祥は、平安時代末期から鎌倉時代初期にかけての御家人である、下神戸幸平により築城された。室町時代になると、足利高氏は、関東統治のために鎌倉府を設置した。初代鎌倉久保。 関東久保は、高氏の子元氏であった。鎌倉久保は、元氏の彦で第四代、持氏の時、京都の第六代将軍で高氏の総尊義則と対立。影響の乱を引き起こして持氏は自害させられ、鎌倉府は滅亡した。義則の没後、持氏の維持重げは罪を許され、宝徳元年、1449年に鎌倉に戻って、 第五代鎌倉久保となる。京徳三年、1454年12月、茂氏が関東官令、上杉の忠を暴殺したことを端緒として、京徳の乱が引き起こされる。三内上杉家は、の忠の後継者に、実定のふさを立てて、体制を立て直し、室町幕府の第八代将軍、足利義政に支援を要請した。茂氏はふさを、 武蔵部外瓦原で破ったが、不騒わの資源を決定した吉政が、駿河の今川の利忠を動かし、京徳四年、1455年4月には、御花園天皇より、重氏追悼の臨時とお旗を賜って、重氏を朝敵としたため、重氏は鎌倉を放棄して、古川を本拠とした。以後、重氏の系統は、古学坊と呼ばれる。茂氏は、長六元年。 1457年に修復が完了した古賀城に正式に入城した。当時の古学坊は下宇佐、下津家日立に及ぶ強大な勢力圏を誇った。茂氏は幕府の派遣した堀越久保の足利正友や上杉家と構造を続けたが、文明9年1477年に茂氏は和睦を申し出て5年後に幕府と古学坊家は和睦した。茂氏は 明王六年、1497年9月に病死。息子の正氏が第二代小学坊となる。正氏は外交方針をめぐって、着手の高本と対立。不死が不和になって内紛を起こし、最終的に高本が勝利して正氏は追われて、高本が第三代小学坊となる。だが高本の実弟の義明が現続し、カズ五代の武田氏の勢力を背景にして、 小弓久房として独立するなど、次第に小学房の衰退は明らかになっていく。高本は、勢力挽回のため、関東で対等し始めていた、北条総運、宇治綱に接近し、弱視、ハルジの性質に宇治綱の娘を迎えて、北条との連携を図り、天文7年、1538年には、小弓久房を滅ぼした。だが高本の後を継いだハルジは、 関東管理下見杉県政に接近して、宇治綱の着手宇治安と敵対。天文15年1546年に、武蔵川越で宇治安と戦い兵力では、圧倒的に優位ながら大敗した川越城の戦い。以後、小学防火は、後法城家の影響下に置かれ、その勢力範囲内の各所を居所として転々とした。春宇治は、永禄3年1560年に死去。 ここで、第五代の吉氏は、北条淳一門として、古学坊に建てられるが、志士がなく、天正十年、1582年に死去。古学坊は断絶して、古北条家より以後は古川に常番が置かれた。天正十八年、1590年に、関白、豊臣秀吉により小田原征罰が行われ、七月に古北条氏が滅び、八月に秀吉の命令でするがなど、 東海に五カ国を領有していた徳川家康は関東八カ国に国替えとなった。家康は古川を重要視し、着南松平信康の娘婿である小笠原秀政を三万国で入部させた。秀政は後輩していた小賀城を修復、拡張し、龍岩寺を回帰した。ただし、小賀城を修復、拡張する間は、一般栗橋城、 現在の茨城県五カ町及び埼玉県久喜市を居城としていたようで、回帰した竜岩寺が古賀市内と五カ町内にそれぞれ独立しているのがその証である。慶長六年1601年、品の守護の末裔の秀政を、家康は故郷に二万国家像の五万国で戻し、秀政は品の飯田へ移放された。慶長七年1602年、上野白井より、 松平、戸田安長が二万国で入った。安長は、小牧、長久手の戦いから後には、大阪の役まで参戦した、武功派重心の一人で、久松と四勝の娘を正室にしていたことから、松平制を許されていた。小賀藩では、小賀城の拡張、大手門等、整備を行っている。慶長十七年、六百十二年に、日立笠間へ移となった。 鈴ず神社の社殿造営。武蔵区日本城より、小笠原信行が一万国家造の二万国で入った。家康派行の行進で徳川四天皇として知られる、堺中治の三男であり、小笠原秀政の同族、信峰の養子である。信行は入部してから二年後の慶長十九年、六百十四年に四十五歳で死去し、嫡男正信が家督を相続した。 元奈五年、1619年、下宇佐関宿へ違法された。かわって、下付宇都宮より、奥平忠政が一万国家族の十一万国で入るが、これは、北関東の要少である宇都宮を、要少の忠政では収めきれないと、考慮されてのこととされる。だがこのために忠政の祖母加納御前が、公認の宇都宮藩主、本田正澄を増押し、元奈八年。 1622年に、宇都宮城釣り天井事件が起こってマサズミは、改易され、田田政は、宇都宮藩に11万国で戻ることになった。なお、それまでの藩主が3万国程度だったのに対し、奥平家は11万国と4倍近い六高だった。ことから、小賀城は大規模に拡張する必要に迫られ、侍屋式も拡張されて、城下町も大きく拡張整備された。 代わって、日立国家様より、長井直勝が七万二千国で入部した。直勝は家康派行の後進の一人で、小牧、長久手合戦で、敵将、池田恒興を討ち取った豪傑である。小田原征伐から、大阪の役まで参加した歴戦の将で、官営2年、1625年12月に死去した。長男の直政が後を継ぎ、元那8年。 1623年から寛永10年、1633年まで老中を務めた後、同年に山城国与へ2万8千国家族の10万国で違法された。長池の後、下宇佐国桜より16万国で入法した。都市勝は徳川家康の楽園とする説がある人物で、家康の時代から徳川家に仕え、徳川秀忠、家光の時代に、 大老、老中として、惑星を統括した人物である。古川では家康を縮小したような人物であるとして、将家、公と称された。都市活は、家臣団編成と組織の構成に尽力し、天守閣、ただし、江戸の将軍イコール天守様ということから、御三階矢倉と称して、天守の将は使わなかったの造営などを行って、反省の基礎を固めた。都市勝の着難で、 第二大藩主の都市高は暗愚だったと伝わり、若年寄り悲鳴に始まり、およそ藩主にふさわしくない不行績が多かったという。孫の土入駅の時、島国と場違法、本来ならば、無継ぐ断絶のところであったが、都市活の功績などから許されて存続した。土池家の後は、上の国安中より、堀田正俊が十三万国で入法した。正都は、春日局の養子で、 第四代将軍、徳川家綱の下で老中を務めた人物である。家綱が死しなく死去した、際、第五代将軍に、伊母帝綱吉を強力に押した功労者で、大老を、坂井忠清と対立した。このため綱吉が将軍になると正俊は大老に任じられて厚い、信任を受け、小賀藩に十三万国を与えられて入宝した。は、初期の政権を掌握して納、 上京の地と称される惑星を行ったが、上京元年、1684年8月28日に、江戸城において若年寄り、稲葉忠だ急により差し殺さた。死後、第二大藩主には、この世中が継ぐが、上京2年、1685年に、出羽山形へ移法された。この際、所領も10万国に減らされたと言われる。ほったけの後は、山と氷山より、 藤井松平家の松平、藤井信行が入る。信行は、上京二年、1685年に老中となり、小賀藩に違法されて、十四下に著された。小賀藩主になると幕政を批判して弾圧されて、窒序の処分を受けた、陽明学者の熊沢万山の身柄を預かったが、入法した翌年に死去した。第二大藩主には、長男の忠行が相続するが、元禄六年。 1693年に乱心して、発狂したとして改益され、身柄は弟、信道の山和恐竜藩に預けられて2年後に、失意のうちに死去している。この改益に関しては、忠行が罪人として預かっていた熊沢から、農業政策の指導を受けて藩政に介入させ、熊沢の指導により、万山帝と呼ばれる堤防を築くなど、幕府の心象を著しく害してしまい、 また忠だが、熊沢の扱いをめぐり、幕府と対立したため改役に追い込まれたとする説も存在する。藤井松平家が改役された後、武蔵川越から大河内松平家の松平信照が、同じ七万国で入法した。信照は、家光、家綱を支えて、知恵、伊豆と称された、老中、松平信綱の孫である。信照は、綱吉の側近を務めていた。 法永六年1709年6月、宗美と合下のブっては隠居し、長男の新宿が家徳相続するが、聖徳二年1712年7月に、同じ国高で三河吉田へ違法となった。大河内松平家に代わり、三河刈谷より五万国で、本岳の本田忠義が入る。この本岳は徳川家康の時代に武功を挙げて、幕府創業に貢献した。 徳川三傑の本田忠勝の家系であり、中寮は、その第八大当主にあたる。もともと、本田忠勝宗総家は十五万国の治業があったが、違法の二年前、越後村上の藩主時代の時に、当主の本田忠タがわずか七歳で死亡して軽死が、なかったため、本来なら、断絶するところを、忠勝宗総家ということもあり、特別の配慮をもって、分家の忠ダが後を継いだが、 その代償として十万国を削減されて五万国になっていた。ただし、忠勝宗家という名族のため、江戸城内では十万国の格式を許され、中領自身は第八代将軍、吉宗の時代に西の丸老中、本丸老中を歴任している。中領は法暦元年1751年に病死し、次男の忠氏兵が第二大藩主となった。そして、 法暦9年、1759年7月に、岩見浜田へ違法となる。なお、この本田家の支配は47年間と、入れ替わりの激しい小賀藩主家の中では、土井家に続く長さであった。本田忠勝宗家と入れ替わりで、岩見浜田より、松井松平家の松平幸福が入法する。幸福は、第九代将軍家獣のもとで総社番を務め、古川入法の年には、 自社奉行を兼任し、翌年には大阪城大に任命された。法暦十二年1762年9月に三河岡崎へ違法となり、その3ヶ月後に西の丸老中に任命され、そして再度岩見浜田へ戻されている。このように小賀藩は藩主家の交代が激しく、どれも長続きせず、支配が定着しなかった。非全国から強より土井都里が入る。 この時、藩校、三鶴河道も古川に移転した。土池は80年余り前ぶりに古川に戻ったことになるが、以後7代にわたって、幕末まで藩主として定着したため、歴代藩主の中でも土池が代表格となる。古賀歴史博物館には古賀藩の歴代藩主を伝える様々な展示物が今も保存されている。古賀周辺以外にも中世には、 自治都市として栄え、大阪夏の陣では、徳川家康の本陣が置かれた、摂津国住吉群平野郷、現在の大阪市平野区も、半領とされており、現在の大阪市立平野小学校のあった、ところ陣屋敷が設けられた、幕府内でも、重要視されていたことが伺える。三万国不大、不代、二万国不大、不代、二万国不大、不代、十一万国不大、万国不代、 七万二千国、不代、十六万国、十三万五千国、十万国、七万国、不代、十三万国、不代、九万国、不代、七万国、不代、五万,万国、不代、十万国各、五万国、不代、七万国、八万国、不代。明治維新後に、菅軍三村、旧、旗本亮が加わった。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。